こんばんは、4号艇の中村明人もそこまで出ず坂本博人が抑え込まれて、坂本は定段の外での待機となりました。枠が本番1、2、3、4、6、5という並びとなるか、特別選抜戦の第10レースが始まっています。さすがに今シリーズ見せ場を作った面々、昨日の準牛惜しくも敗れましたが、前走はいずれも連絡みであります。連勝のチャンスは坂本松田、絶好枠番からファンの人気に応えたいのが中田龍太。今シリーズ伸びの雰囲気、準優勝戦では出足もまずまず来ていたとばかりに、最後はゲージをすりながら微調整でビタッと合わせたか、中田龍太のインです。今泉優吾が2コース戦、佐藤翼昨日はチルト1での準優チャレンジ、今日前半戦からチルトは0、中村明人も後方に下がります。シリーズリーダーで予選を突破、惜しくも準優敗れましたが、明日へとつながる一戦にはなったでしょう。4号艇の中村明人も本番4カード5コース、松田優輝で伸びる坂本博人、チルトは0にしています。サイアウト6コース、1番2番3番助走を取りながら4番6番5番という進入です。特別選抜戦10レース、1秒、スタートしました。1番3番5番5号艇伸びてくる、5号艇の坂本でありますが、6号艇が抵抗を引っ掛ける。この間に1号艇、まずはコーナー先手の中田龍太、3号艇が蹴散らされてズコンと、4番5番バッキー入った坂本、6コースまくり出し鮮やか。しかし1号艇の中田龍太が逃走、主導権を握っている。4号艇向いてからググッと行き足強烈、4号艇の中村明人も、しかし5号艇伸びている。5号艇の坂本前提スターター正常であります。2号艇が4号艇の脇をついて、3号艇真ん中バッター、しかしながら4号艇中村向いてからの一瞬の上がり加速強烈、中村明人も、しかし5号艇の坂本の方が若干伸び傾向。バックへと1号艇の中田龍太から2番手争い、2番3番と今泉佐藤もやってくる。4号艇思い切る、中村明人も出口警戒、3号艇コンパクトに佐藤翼、これ絶妙。佐藤翼が好旋回でありますが、4号艇の中村にはこれ届いていないほどにグググッと中間速強烈、中村明人も縁が切れる。3号艇の佐藤翼3番手ターン、向こう上面からボートが返されます。一瞬角度で刺さる3号艇の佐藤翼、出口が違いすぎる。中村明人も角度では佐藤翼も一瞬入ったと本人も思った瞬間から一気にできる。4号艇の中村明人も出口からのつながりはハイパワーでありますが、呼吸しっかり合わせ3号艇を回して、おっとフラットして4号艇中村、3号艇佐藤翼うまく回った。バックへ入った中田龍太は完全に独走、あれだけボートが一瞬暴れた、そこからは4号艇すぐさまに捕まえて前まで出てくる。中村明人も最終コーナー、佐藤翼どうするか、ラストコーナーは内をめがけてくる。しかしながら4号艇出口すさまじい。中村明人も1番4番3番先頭、1番の中田龍太ゴールイン、2着4番の中村明人で、3着3番佐藤翼、2番の今泉、候補5番6番と坂本松田ゴールイン。風は緩やかに左横風、少し追い風も混じり気味ではあります。シリーズはセミファイナルで特別選抜戦2つ目11レースを迎えています。枠なり静かに作戦待機行動が始まっています。絶好枠番から1号艇の木下翔太の引戦で白井英治、横には3号艇地元の赤岩義雄、昨日準優勝戦は進入駆け引きで盛り上げましたが、赤岩、4号艇吉川元博、4コース戦で外に向かっては定段からすでに離れている5号艇の柳生大治に、6号艇の中野次郎です。ファンの人気という面では締め切り直前、ただ一通りのみが三桁配当でしたが、木下白井に吉川が集めています。
スロースイッチに赤岩が合流し、4角に4号艇の吉川元博が下がりました。枠なり体系での3対3、木下、白井赤岩、奥助走を取りながら吉川柳生、中野です。不安定な左横風を読みながら進入、特別選抜戦1番、2番、3番、4番、5番、6番です。2秒1秒、スタートしました。スロー3艇がしっかりいった。片側4号艇も好タイミングでありますが、インセンター4艇揃った1号艇出しが効いた。木下翔太コーナー先艇、2号艇内を切るかもしれんか。白井英治バックへ入った。内より両者がワンツー固めて、木下翔太に白井英治、3番手の水は赤い若、インコースから4号艇6号艇と吉川元博、さらには6号艇中野次郎までやってくる。前提スターター正常、3番手の激戦状態は3号艇思い切る。4号艇前図が詰まってハンドル、おっと2号艇バチャバチャっとして、5号艇最初切り込んだ。柳生太一が一気の挽回でありますが、3号艇の赤井は外前からかわしているか。1番2番3番が上位を形成、5号艇柳生が内より潜り込んでいきますが、前を追っていくが若干前詰まり、開く3号艇中岩吉尾が外前、ここは果敢にいった、決まった。1番2番3番が上位を形成であります。一挙に3号艇赤岩をリードを広げた。木下、白井に赤岩が上位を形成という特別選抜戦であります。トップターンからホーム構成、ボートを返してイン会場1号艇の木下翔太、続くに号艇の白井英治、3番手の末は激戦闘派の3号艇の赤岩吉尾、5号艇柳生太一が4番手の後方、大差がかなり空いた状態では中野次郎と吉川元博接戦状態であります。ラスト 600m の攻防に向かいます。最後のバック1号艇の木下翔太から2号艇の白井英治、3号艇の赤岩吉尾が3番手でバックへ次々に入りました。完全にリードが広がっている。オールジャパン竹島特別ガマゴーリボートの解説、69周年記念競争、どんなエンディングを迎えるか。6強が牙を剥く、いよいよファイナル優勝戦です。鉄平が鉄板と自らを信じ抜くか、石渡鉄平、野心と冒険心にあふれています。今シリーズの気持ちはルフィでありますが、峰竜太スタテン特訓からとにかく勢い満点です。スリットもターンも淡々と同盟に、稲田浩二、不思議と V ロードにオートマジック、それが地元の大スターでもありますが、池田浩二、ゾッとするようなまくり差しこそ寺翔のトレードマークでありますが、寺田翔、そしてバイブス上げ上げ夏男が展開をこじ開けるか、地元の平本雅之。枠なりです。石渡鉄平、峰竜太、稲田浩二、池田浩二が4角、寺田翔が5コース、平本雅之が最アウト6コースです。左横風、南東ベース、風速2メートルぐらいであります。さあ、いよいよ生氷周年69代のチャンプを決します。優勝戦、今オレンジ色の針回転、10秒前となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。ファイナル第12レースの優勝戦です。1秒スタートしました。1番3番と2人が好タイミング、1号艇0台トップスリット、石渡鉄平、まずはコーナー遮断の逃走か、幅を取りながら2号艇峰竜太、刺してくる展開、バックへ入ったが1号艇石渡逃げた逃げた、1号艇の石渡鉄平、2番手では5号艇混戦最多、5号艇の寺田翔子旋回、2号艇峰竜太ボードになるて、インコースから4号艇の池田浩二、ググッと寄せて絡んで4番5番あたり、前提スターター正常も逃げた1号艇石渡鉄平、4号艇クリッと、4号艇池田浩二、外から峰竜太抱いてかわしてグッグッと出てくるが、ボート4号艇合わせる池田浩二、4号艇の池田浩二の外は2号艇の峰竜太でありますが、その前方には1号艇の石渡鉄平であります。バック1号艇の石渡鉄平から4号艇コーナー先にグリップしながら回す、4号艇池田浩二、峰竜太切り込む、バックへ次々に入りましたが、定冠の方が先頭と2番手、石渡池田の定冠がまだ3停進という状況であります。
峰竜太はそこから後手進行法で石渡池田、峰が上位を形成、鋭いタッチ。4号艇池田浩司、おっと1号艇ボードが浮かんでいる。4号艇池田浩司追いかけ猛追、石渡逃げ切れるかどうかという優勝戦。石渡池田が上位を形成、3番手2号艇峰竜太、後方6号艇の平本サレニャ、5号艇寺田、ラスト3号艇の稲田浩司が続いています。バックへ振り切りましたが1号艇の石渡哲平、道中は鋭いコーナーワークで4号艇の池田浩司も差を詰めたんですが、逃げた決めたか、回り足をしっかり仕上げて質のいいスタート、集中さばき、断固たる決意で頂点へと向かっていく1号艇の石渡哲平、最後の猛追4号艇地元の池田浩司見せたんですが振り切りました。優勝ゴール69台のジャンプは石渡哲平、先頭1番の石渡優勝の五輪おめでとう。2着4番の池田浩司、2番の峰竜太が3着、6番の平本、後方5番の寺田に3番の稲田ゴールイン。